こんにちは、チャンシーです。今日はアキラの対策考察をしていきます。通常技関係、中足、立ち強キック、前入れ大パンチについて確認していきます。中足は発生7フレ、ガードでプラス2フレ、ヒットでマイナス1フレになります。牽制技の一つで各種技へキャンセル可能です。大外から大パンチを打つのが最もリターンは高いですが、アキラ側の差し返しや垂直の餌食になりやすいです。ベガの立ち中パンがやや牽制の相性が良さげ、安定の立ち中キックであれば潰しやすいです。しゃがみ中パンチの置きは当たりにくい、置きの判定だけであればアキラの強攻撃に負けやすいので、フレームで潰す場合に使うようにします。もう少し踏み込めばタチコパンで発生勝ちを狙うのも可能ですが、間合い外の場合当たらないこともありますので要注意です。 6HP は発生14フレ、ガードでプラス5フレ、ヒットでマイナス1フレです。判定が前に出てくるのでタチコパの置きが刺さりやすいです。全体フレームが短いので当たる率が低くなります。もしくは判定がガラ空きの足元に中足を差し込むこと。タイミングは要注意ですが、タッチキックの牽制も刺さりやすいです。 V リバも確定するので切り返したいときに打つのが良さそうです。 V トリガー時は第5兄さんの攻撃が確定する場面があります。アキラが V ゲージを持っているときは要注意です。またガードでプラス5ということなので、密着でガードした場合小技が確定します。5HK は発生13フレ、ガードでプラス6フレ、ヒットでマイナス2フレです。これに関してはコパン置きはあまり有効ではありません。下段の中足置きが良さそうです。中パンチの置きはあまり良くないですが、 5HK の判定が前に出るためとっさの差し返しで使うことが可能です。こちらも V リバーが確定しますが、トリガーキャンセルに警戒して使うようにしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゲームの対策動画や対戦動画のアップロード、ライブ配信などを行っています。高評価、チャンネル登録いただけると嬉しいです。今後の動画制作の励みになりますので、よろしくお願いいたします。